Hello, everybody. Welcome back. It's more Persona 5 Strikers. We're about to go into the next city. Spoiler alert, I already know where that is, but, yeah, before we do that, there's a couple of things I need to pick up. Not quite ready, to leave just yet. Soldier goes out here, but I'm not ready to go just yet. Give me a minute. やば。うっ、吐きそう。やれやれ。Case in point, don't forget about your random events. That's part of the reason I'm out here. Boku! Ii mono sorotte ru yo! Osusume da yo! Mata kite okure yo! Yeah, the drinks. Those drinks don't help very much. Let us. Hmm.
go to 2nd Street. Or Central Street, 2nd Street. Pick up some items here first before we leave. Although, I should save some money for the themed items that we're gonna get later on, because those are fun. Any of these have things that provide? Some more random healing items. I need things that actually revive me. Please, okay, that's really unfortunate. I'm gonna have to hope that our next destination has some stuff for us. Because, yeah, that exhausts all the shops. Except for Sophia's, but I can't check that right now, so. Yeah, let's go. On to our next location. Yo. It is a good one. Oh. Oh yeah, curry ingredients, I forgot about that.表情が硬いな、長谷川警部補。カブラギ管理官、失礼、少々疲れまして。潜入捜査は久しぶりなので。気持ちは分からんでもない。怪盗団との接触は問題なく協力を取り付けました。しかしまだ白氷の上の関係、勘の鋭いメンバーもいましてね。ですが必ず信頼を得てみせます。さすがだな。私が見込んだだけのことはある。拾ってもらった恩がありますからね。今はあなたのために動くだけです。その調子で事件の真相をつかんでこい。だが情は移すなよ。奴らを逮捕するときはいずれやってくる。情？そんなものはとっくの昔に亡くなりましたよ。ならいい。あの子は元気にしているか。たまには家に帰ってやれ。いいな。はい。さすがにあの世界のことは言えねえな。もう少し情報を引き出さねえと。悪く思うなよ、怪盗団。俺は事件を解決できればそれでいい。利用するだけさせてもらう。なあ、今どの辺だ？そろそろ栃木県に入るみたい。結構来たわね。栃木か。栃木といえば徳川家康を祀る日光東照宮が有名だな。お猿さんの彫刻がとっても可愛いんだよね。見に行ってみたいな。あ、私イチゴ食べたい。イチゴ狩り行こうよ。餃子なんかも有名だな。宇都宮は餃子の聖地らしいぞ。いいな、餃子食いに行かね。お前らのんきなもんだな。
まあ仕方ないわ。ずっと気を張ってはいられないし、話し合って決めたじゃない。北海道に急ぐこともできるけど、一箇所にとどまるよりはいろんな街を回った方がいいって。渋谷や札幌以外の街にもジェイルが存在するかもしれないものね。それに札幌のキングとおぼしき相手は8月8日まで帰国しないそうだからな。何にせよ俺たちにはまだ時間があるということだ。うん、それもそうか。けどさ、途中でジェール見つけたら片っ端から調べるってことだろ。なんか俺らすげえことしようとしてね。スケールでかすぎだろ。それでもしジェイルがあるときはソフィアが知らせてくれるんだよね。任せとけ、多分大丈夫。神頼りの AI 来た。これなあ、お前ってマジで何者なんだ。私は人の良き友人ソフィアだ。ふん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 、出た謎の歌。細かいことはいいじゃん、一緒にいればきっといろいろわかるよ。とにかくよろしくね、ソフィア。よろしくな、アン。そういえばマコちゃん、ずっと運転任せちゃってるけど大丈夫？一応私も免許は持ってるけど。春はまだ取り立てだし、できるだけ私が運転するようにするわね。他に誰か持ってる人いる？私はないんだけど。すまんが、ない。俺もまだなんだよな。早く取りてー。お前は？まあ俺らようやく取れる年になったばっかだからな。ごめんね、まこちゃん。無理はしないでね。ねえ、その代わり休憩は多くなるかも。みんなの命を預かってるわけだし。全然 OK。 むしろ休んでもらわんと困る。じゃあずっと誠が運転していくのか。ひとまずそういうことになるわね。大変だな。何か手伝えることあるか。それじゃあ立ち寄れそうな場所を探してもらえる？そろそろ一息入れたいわ。そこでお昼にしましょう。 OK、 任せとけ。ちょうどいい川辺がある。川辺で料理か。旅っぽくなってきたじゃん。おお、なんかそれっぽいとこじゃん。だ大丈夫か。こんなリアジュっぽいことして爆発しないか。っていうか天気も最高だし、絶好の料理日和って感じ。早速作りましょうか。マスターにもらった食材があったわよね。みんなでお料理なんてなんだか新鮮。よし、メインディッシュは頼むぜ。万全だ。いつでも来い。おいしい。いくらでも食べれちゃいそう。ああ、この大自然がうまさをさらに引き立てる。おかわりはまだあるか。残念だったなお稲荷。最後の一皿はこの怪盗双葉がいただいた。なんだと。無念。もうそんなに落ち込まないの。この世の終わりじゃあるまいし。本当か。ぜひ頼むぞ。う
食った、もう動けねえ。私もお腹いっぱい、紅茶でも入れてゆっくりしようか。賛成。あ、そうだ、後でマシュマロ焼かない？ぎ、お前まだ空気かよ。だってほら、甘いものは別腹だし。それじゃお菓子と紅茶で休憩してから出発しましょう。走った気がするが、今はどのあたりだ？もうすぐ仙台市に入るな。結構寄り道したけど、ジェイル見つからなかったな。ちょっと気が抜けちゃった。でもあんなのがたくさんあっても困るよね。もう暗いし、続きは明日かな。そろそろ今夜車を止める場所を決めておかないといけないわね。つかまず飯にしね。仙台のうめえもんつったら何よ。仙台名物って言ったら牛タンかな。専門のお店がいくつもあるって。いや、腹ごしらえも捨てがたいが、まずは青葉山公園の仙台城跡へ向かうべきだ。かつてこの地を治めた伊達政宗公の銅像がある。先にお風呂入りたい。車で寝るにしろ、汗ベトベトじゃやだ。やれやれ、見事に意見がバラバラだな。どうしよう。こういう時こそ私、車中泊家の駐車場、牛タン屋、伊達政宗に風呂屋、任せておけ。全部含めた最適経路出してやる。ソフィアってそんなこともできるんだね。特別なことはしてない。検索して適当に並べてみるだけだ。まずは青葉山公園の駐車場に車を止めて、伊達政宗騎馬像を、あれ、はあ、ん、どうした？匂いがする。この町にジェイルがありそうだ。おい、マジかよ。つか、そういう感じで見つかるもんなのな。確かなのか、ソフィア。多分距離があるせいかはっきりしないが、渋谷と同じような感じがする。じゃあこのまま仙台に向かうわね。もう少しで着くと思う。どう、ソフィア、ジェイルの匂いっていうのはする？間違いない、この町にジェイルがある。本当にあったんだね。渋谷以外の町にもジェイルが。ジェイルがあるならこの町でも何か事件が起きてるはずだ。そうね、まずは調べましょう。でもな、調べるって言ってもどうする？仙台の町は広そうだぞ。観光名所とかどう？人が集まるところなら噂も入ってきそう。ちょうどいい。ここは政宗公のいる青葉山公園だ。銅像とか別に明日でよくねえ？飯行こうぜ、飯。何を言う。銅像が明日までそこにある保証はどこにもないだろう。旅の出会いは一期一会。見ると決めたなら今見ておくべきだ。出た、お稲荷の謎理論。そういえばまこちゃん、車中泊の許可って無事に取れた？ええ、さっき電話で確認したわ。寝泊まりする場所に関してはひとまず安心。それにここは観光客も多そうだから、ある程度話を聞くこともできそうね。銅像行ってみる？ここから歩いて近いんだよね。近いぞ、すぐそこだ。よし、行くぞ。
政宗公が俺たちを待っている。Yeah, it's over there. I know that, but I want to zoom out. Ikuzo. No, let me have Zunda. Oh, come on, man. Okay, fine. We'll go to the objective. We'll get the Zunda out.無双できるぞ、きっと。やはり素晴らしい造形美だ。独眼流の威厳が伝わってくるな。あ、さすが仙台の象徴と言われるだけはある。次はぜひ昼間にも。なんだこれ、なんかはっ。プリンスオブナイトメア第1巻20冊目重本出題記念。出題ってことは本の宣伝？許可を取ってそうでもないし、誰かのいたずらかしら。不届きな輩もいたものだ。己の利益のためにこんな張り紙をするとは。剥がしておきましょう。これでいいわね。で、満足したかよ、ユウスケ。あ、おかげで政宗公に挨拶できた。みんな、すまない。時間を取らせたな。移動しよう。んじゃ、一箇所クリアだな。お次は牛タンディナーにレッツラゴー。にゃっはー、本場の味、グルメの我が輩をうならせてくれるかな。あ、すまん。猫の入店は厳しいかもしれない。なんと、あっちゃう。わあ、んだこれ、肉熱っ、柔らかっ、うまっ。ちょ、リュウジ、こっち飛んでる。あ、ユウスケ泣いてんだけど。普段ちゃんと食べてるのかしら。あ、でも本当に美味しいわね。なあ、我が輩にも一口くれ。うるせえ猫だな。こいつから分けてもらえよ。だってよ、残念だったな。匂いだけで我慢しとけ。ケチケチすんな。我がはバカ、でけえ声出すな。猫の声、やべ。気のせいかな、君のとこから猫の鳴き声が。いえ違くって、ちょっと猫の声真似をしてただけで。ほら、リュウジ、にゃにゃ。いや君、さすがにそれは無理があるよ。思うにメガネの彼のカバンの中かな。いやー優しいね、分けてあげてるのかい。猫ちゃんともども、ぜひこのお店の極上の牛タンを味わってくれたまえ。そんな声でけえって。おっと、ごめんごめん、バレたら味わうどころか叩き出されちゃうね。ところで君たち、仙台の牛タンは初めてかな。付け合わせにはテールスープが鉄板なんだけど、テールスープにはコラーゲンが非常に豊富でね、美肌効果を求めて飲む人も多いんだが、
一般的に経口摂取は効果が薄いとされている。だが効果があったという人の数も少なくない。人間の認識は曖昧なものでね、思い込みの力、いわゆるプラセボ効果だね。これが…おい、なんか話止まんねえんだけど。うちらのこと見えてる？この一方的な情報の圧力、古典的オタの匂いを感じる。カバンの中身はすんません。つーか、え、何が？ああ、猫の話。大丈夫だよ、お店の人に言ったりしないから。ところで、君たちは学生かい？そういう子もいるみたいだけど、君は違うよね。まだういういしさが残ってる。ということは、次はいよいよ大学受験か。どこへ行くかはもう決めたのかな？って、自己紹介がまだだった。私は一ノ瀬クオン。この近くの東邦大学で研究者として雇われてる。ね、よかったらうちの大学に遊びに来てみない？山奥だけど楽しいよ。この季節はクマも出るし。クマ？俺ら忙しいっつーか、やることあってあんま時間ねえっつーか。そうかそうか、若い時は何でもやんなさい。では再会を祈ってアメちゃんをやろう、少年。はあ、それじゃ牛タンも堪能し終えたことだし、私はこの辺りで。さらばだ、バコードたち。ちょっと変わったテンションの人だったね。とにかく騒ぎにならなくてよかったわ。あの人に感謝しないと。すまん、我が輩としたことが。いや、俺も調子乗りすぎたわ。ごめんね、モナちゃん。後で笹かま買ってあげるから。あの焼き目ついてるやつか、楽しみにしてるぞ。いいね。もうヤバすぎるよね。で、先生の新作がマジ最高でさ、徹夜で読んじゃった。しかも2晩連続。そういえば今日雑誌のインタビューで駅に来るとかって、見に行くしかないじゃん。さあ食べましょうか。今度は静かに味わうように。5杯おかわりだと？胃袋どうなってんだ？いや、おかわり無料って聞いたら普通行くだろう。まず並んだ肉の艶を眺め1杯、香りで2杯は硬い。それはお前だけだっつの。でも本当に美味しいお店だったね。ソフィア、グッジョブ。朝飯前ってやつだ。こりゃ店選びはソフィア担当で決まりだな。って、なんだあれ。夏目先生、新刊も最高でした。先生、サインを。本にサインしてください。応援ありがとう。待って、サインは一人ずつね。悪いけど男性は後ろに並んで。レディーファーストだからね。
なんだあいつ。すごい人気ね。新刊っていうからには作家さんかしら。へえ。やあ、君たちもサインが欲しいのかい？それとも握手？その、はあ、君たちのように可憐なファンを待たせてしまうなんて、僕は最低な男だよ。これ、お詫びに受け取ってくれないかな？大丈夫、ちゃんとサインは書いてあるから。あ、はあ、いや、私たち通りかかっただけで。おや、そうだったのか。これはとんだ早とちり。プリンス・オブ・ナイトメア、作者はナッツメ・アンゴ。そう、僕がそのナツメ・アンゴさ。よろしくね。プリンス・オブ・ナイトメアって政宗像の張り紙にあった。政宗像に張り紙だって？ああ、もしかするとまた僕の熱烈なファンの仕業かな。作品を宣伝してくれるのは嬉しいが、少々過熱気味なところがあってね。まったく困ったものだよ。どうかこの僕に免じて許してくれ。その代わりにお詫びのキスを。おい、その辺にしとけよ。困ってんだろうが。なんだい君たち。僕が声をかけたのはこの魅力的な女性たちさ。悪いけど俺らの連れなんだよ。用なら俺が聞くけどな。この俺にそんな口を聞いてただで済むと思ってるのか。へえ、いい度胸じゃないか。夏目先生、そろそろ移動しなくては。チッ。それじゃあ僕は行くよ。これから雑誌のインタビューがあるからね。僕の本を読んでくれる全ての読者に心からの感謝と愛を。夏目先生、愛してます。もう無理、最高。明日もう10冊買ってお布施しなきゃ。なんだあの男は。先生だかなんだか知らねえが、ムカつく野郎だな。変なやつだったな。だが周りの人は大喜びしてた。なんでだ？そりゃ周りがおかしいんだよ。同意見だな。お世辞にも褒められた人間とは思え。ハル、大丈夫だった？うん、ちょっとびっくりしただけ。なんであんなやつが人気なんだろう。全然わかんない。何か裏があるのかもしれねえな。例えば改心を使ってるとかな。まさか仙台のキング？ただの可能性の話だけどな。いや、ありえるんじゃねえか。あいつがキングならいろいろ納得だぜ。よし、車に戻れば PC がある。いろいろ調べられると思うぞ。Alright. So at this point, yeah, we've got our next mission. But I'm going to go ahead and cut off the YouTube section of the recording here. And we'll pick that up next time. Get to explore a little bit more of Sendai. Which.Of course, they recreated pretty accurately because I do recognize a lot of these surroundings. So I'll take a look at those next time. So until then, YouTube at least, I will see you next episode.